ジル・バイ・ジル・スチュアートのムック、クリアポシェット。本当ね、最近クリア流行ってますよね。お花はこれ立体的なお花が2つ、シルバー、中央がゴールドかな。これはね、ダイヤみたいな感じ、フェイクだけど、キラキラが2つっぽくついてます。ゴールド、これは。うん、裏は特にロゴもないし、あ、これロゴはこっち側なので、実はね、ロゴない、透明、まあ、透明って言っても乳白色。ストラップは取り外しができます。で、長さ調整はできないけど、結べばいいかなと思う。うん、チャックは、あ、ちょっと硬いかなちょっと硬いかな。あ、大丈夫だ。まあまあ、うん、内側が、この内側のこのピラピラになってるところがこうね、なってれば引っかかんないんだけど、これが外側にひっくり返ってるから今引っかかっちゃう。だこれまあ何度も使って内側に癖付けすれば大丈夫かな。まあ、ビニールのバッグの香り臭くない。塩化ビニールかな。なんかね、ビニールの素材が力でグニャンって伸び伸びする、伸び縮み、クッション、なんていうの、この伸び縮みする、ちょっとペタペタするかな。ただそのプールバッグとかによくある、これがね、完全な透明じゃないところがいいですよね。ちょっとスモークかかった感じ、チラ見せみたいな。この底のところは合皮でもう真っ白で、そこ何かにつけると汚れちゃうから注意ね。じゃあこれが合皮だからって中も合皮とは限らず、ここはね、なんかサラサラなのちょっと見にくいかな。後でクローズアップしますけど、ここなんかね、サラサラな、ここは汚れたらば洗っても色が残っちゃいそうな感じ。もしこれね、完全にそこもビニールっぽかったら、濡れたタオルとかハンドタオルこのまま入れられるかなと思ったんだけど、ダメかも、濡れちゃうかも。そこはこっちの裏表面は全然大丈夫だけどね。で、この2つの裏側がボコボコ内側に出てる。うん、サイズ的にはなんか入れてみましょうかね。その前にストラップの長さ、だいたいどのぐらいかっていうのをね、やってみましょうかね。ストラップはやっぱり1000円以下の雑誌のフロークよりもしっかりしてる。だいたいこうムックの場合って2000円近いじゃないですか。2000円近いものの場合は稼げてるんじゃないかな。その分こっちに、こっちのクオリティを上げる、ブログのクオリティを上げることもできる。これは長さ的に、あ、ミニマリズムね長さ的にこれは斜め掛け、腰骨のあたりかな、うん、肩にかけるには長さを肩掛けサイズぐらいに、ね、小脇に抱えられるような肩掛けサイズぐらいにするってことを前提に、ここら辺かなってやったら結んじゃえばいいんだと思う。これね、くっくりで結んじゃえば、ここ脇に抱えられるようなこんな感じでいいんじゃないかな。ここで第2回のプレゼント企画のキーワードを発表します。キーワードはこれで3回目、で3個目のキーワードはこれです。ミニマリズムとね、カタカナでミニマリズムでもいいし、
この英語っていうのかな、ミニマリズム、これをね書いてください。で、第2回プレゼント企画の詳細は下にリンク貼っておきます。締め切りがあるのでご注意ください。2018年の6月15日金曜日の夜23時59分まで、日本時間ですね。で、応募方法とかはその動画にアップしてますので、動画のリンク下に貼っておきます。ただ私はこれはポシェットとして使うよりかは、これを取って多分ポーチかな、バッグの中のポーチとして使うかな。と、今はそのクリアのバッグすごく人気だけど、セキュリティ上のことを考えて、見せるものと隠すものっていうのが出てくると思うんですよ。でもじゃあこれパッと見てね、外から分かるじゃないですか、何が入ってるか。中を見た人がもし悪い人だったらば、隠してる方に何か見せたくないものが入ってるんだなっていうのすぐ分かりますよね。そう、見せてるものがリップとかだったらリップ狙わないけども、なんかタオルで包んでるのが入ってる、この位置のこれかなっていうのが分かっちゃうから、まああんまりセキュリティ上は良くないかなと思うので、クリアなバッグいいんだけどね、何にもこう本当取られても大丈夫ですみたいな、こうスポーツツーバッグで水着とかで、あとはビーチサンダルみたいなのしか入ってないんだったらいいかもしれないけどね。なので貴重品を入れるにしては、クリアバッグはいくらこう見せると隠すを区別しても、隠してる方が怪しいって分かっちゃうので、そこは注意かなと思います。で、クリアバッグのいいところって、中身が見えるからどこに何が入ってるか分かるっていうのは自分にとってはいい。で、例えばこうバッグのこのね、バッグの中にポーチとして入れておいて、そのポーチをバッグから出して、中に何が入ってるかっていうのをこうガサゴソして出すんじゃなくて、外から見て、あ、そうそう、ここに入ってた、あ、ばんそこ、あ、ここにヘアゴムとかちっちゃいものも見えるから、そういう使い方で自分に見やすい、自分にとって見やすいっていう意味ではクリアはすごくいいと思うので、バッグの中に入れるポーチやバッグだったらばありかなって思います。っていうか、そういう使い方私はします。もう1個買うか迷ったんだけど、私本当に2個買い3個買い癖になっちゃってて、一番多い時で15冊とか同じの買ったりとかしてたから、確かにそういう化粧品の試供品で量が足りないと思ったからいっぱい買っちゃったりとかしたんだけど、もうね、断捨離で、そうそう、ミニマリズムだからね、ちょっと買うのを控えていかなきゃなーって頑張ってるとこです。断捨離の段段ですよね、頑張るとこは。で、これはね、よくよく見るとここになんかマッチチックな中央にこう一回切り返しがあるんですよね。それによってここの膨らみが出るから、そこがこのぐらいの横幅が出ます。ただここをチャックすると上に向かって細くなるから、まあ三角形、何を入れるかってちょっとじゃあユースキンのローション、これは出した時乳液塗ったらローションっていう優れもので、非ステロイド、ステロイドないのにかゆみを抑えてくれるっていう、ちょっとかなりお気に入りの、こんなの入れても目安にならないよね。あとはアトピーを治すためにドリンクで頑張ってるんですが、 L92 って分かる、これ入れたからのサイズ感が分かるこれはセラミド、いっぱいいろんな種類のセラミド入ってるケアセラの乳液、これは高さがあるので、高さ縦はあるんだけど、横はケアセラの横ぐらいかな。あと何、あと困ったな、あー携帯のサイズ感だと、こっちから見た方が分かります。こんな感じ、顔と比較してもね分かりにくい。
かる大体。うん、なんでもうバッグの中のポシェット、バッグの中のポーチとして使う予定です。ジリちゃんはね、ジルは本当にどれもデザインが可愛いです。ストラップは私は別のものに使う予定です。こういうビニール系のポーチの良さっていうのはやっぱり水を弾くってところもあるから、このね底の部分も合皮だけど水弾いてくれるし、外も水弾いてくれる。つまりこれは洗面台で使うっていうことを想定できるかなと思ったんです。洗面所っていうかな。で、入れるものは例えば、もう絶対に入れるのは汗拭きシートなんだけど、これはきちっと閉めてるけども、一応こう揮発したりとかしてあんまり漏れてほしくないから、この中に入れる。ティッシュは絶対持ち歩く。まあ、ファンデーションとか入れてみましょうか。入ってる。あ、この歯磨きセットを一番下に入ってるロゴなの。肌に優しい、食べても大丈夫リップ。これはポーチごと入れようかな。こんな感じで、おお、いいんじゃないの。ポーチがこう外から見るとマキアージュのファンデーションで、黄色いティッシュポーチがマキュリジオ AG プラスとタオルで、下に歯ブラシセットがあるって感じ。あんまりパンパンに物入れるのは良くないので、このぐらいにしていきますかね。で、これを通常のこういうバッグに入れる。これだったらば洗面所に持ってっても濡れない。だから歯磨きセットとかもね、すごい水しぶきオーバーか、水に濡れやすい環境だし、歯磨く時もでメイク直しする時とかもね、これで持ち歩ける。どう、いいんじゃないですか。